ロイエーチはアメリカ合衆国の競争馬。主な勝ち倉に2017年2018年サンターニタスプリントチャンピオンシップステークス2017年2018年ブリーダーズカップスプリントがある。デビューは遅く3歳となった2015年4月30日のサンターニタパーク競馬場の未勝利戦で2着。2戦目で勝ち上がるものの以降は足元が 弱さもあってか4歳の夏までは12戦して1勝という成績であった。管理するピーター・ミラー長教師は虚勢の効果は絶対に出ると信じて虚勢手術を行い、休養に入ることになる。2017年4月8日サンターニタパークの一般戦で復帰し、デイビッツメモリーに2馬進半差をつけて解消すると、続く一般戦とトゥルーノース・ステークスも楽勝して3連勝とする。 G1 初挑戦となった7月のビングクロスビーステイクスは惜しくも2着となるが、仕切り直しの一戦となった10月のサンターニタスプリントチャンピオンシップを制し、G1 競争初制覇を飾る。迎えたブリーダーズカップスプリントは、道中3番鉄位層から直線で逃げ粘る、インペリアルヒントをかわして先頭に立つと後続に一番審査をつけて勝利した。そして、 この年のエクリプス賞最優秀短距離場に選出されている。2018年に入り、指導戦となったパロスベルデス・ステークスは、後続に三馬新反差をつけて圧勝する。ドバイに遠征し、3月のドバイゴール電車品は、断然の一番人気に押されるも、マインド・ユア・ビスケッツの三着に敗れた。間を空けて、前年と同じく、ビング・クロス・ビーステークスに出走、一番人気に、 選ばれるものの前年と同じくランサム・ザムーンの2着に敗れる。夏を越して再びサンター・ニタ・スプリントチャンピオンシップ・ステークスに出走。1番人気に応えて連覇を達成。そして連覇のかかる PC ・スプリントに出走。前年の2着馬でアルフレッド・ G ・バンダービルとハンデ・キャップ、ボスバーグ・ステークスと G ・イチに連勝してきたインペリアル・ヒントが1番人気。 ロイエーチは2番人気。レースは、外枠から1、2マイルで先頭に立ったロイエーチが、そのまま2着馬ウィットモアに3、1、4馬審査をつけての逃げ切り勝ち。ミッドナイトリュート以来の BC スプリント連覇を達成した。そして、2年連続でエクリプス賞最優秀短距離馬に選出されている。二千十九年も前年と同じく、パロスベルデスステークスで始動。ここを、 ノーステッキで解消、前年に続く、このレース連覇を達成した。さらに去年と同じく、ドバイゴールデン社ンに出走するために、ドバイに向かったが、飛行機から降りた後に足に脳用が見つかり、レースは回避。アメリカに戻って、治療に入った。その後も BC スプリントに向けて、トレーニングは積んでいたが結局出走に至らず、BC スプリント3連覇はならなかった。 翌2020年6月に現役を引退した。ハッハイルーシブディーバは G3 を参照している活躍場だが、ロイエイチの兄弟姉妹を含めてメス系にはこれといった活躍場はいない。ありがとうございます。